英国司法試験の問題にね、はい、挑戦したいかなと思って。あ、ぜひぜひ。小室さんも同じ問題を受けてる、僕と。落ちてるんですね。僕は落ちてます。日本の司法試験が10だとしたら3ぐらい。ウシマーのとも。トマホークとか。トマホーク。構文も難しいですね、これね。うん、ね、ダット説がどこからどこまでなのか。むずっ。おはよう、始まりました。もちろんチャンネル。さあやってまいりました。久しぶりにやってまいりました。お久しぶりでございます。灘高出身、東大、そして、なんといっても、弁護士、ということです。井上先生にやってきてもらいました。ありがとうございます。お久しぶりでございます。はい、まあ、今までの動画も出てますね。灘高時代の話とかやってるんですけど、今回ちょっと聞いたところによると、小室圭には負けないぞみたいな。そうですね。小室圭さんと司法試験対決してるようなもんなんですけれども、事実上ですね。なるほど。じゃあその米国司法試験の問題ですね、はい、挑戦したいかなと思って。あ、ぜひぜひ。服に買うって来てますから、そうですね、もうカリフォルニアのマークがついてますんで、小室さんはニューヨークの、そうです、ニューヨークです。バーエクザムを受けてるに対して、はい、小室さんはカリフォルニアの方。そうですね、はい、日本では大体ニューヨークかカリフォルニアか受けるんですけど、はいはい、まあ、彼は東海岸、うちは西海岸ということで、うん、東西で戦ってる、戦ってるわけですね、はい、じゃあ僕もね、将来はカリフォルニアに住もうと思ってますん で、じゃあそのバーエクザム、私やったらどうなるんだと。そうですね、トイック満点講師やってみましょう。過去問を用意してもらったってことなんですが。そうですね、試験の説明をさっきしましょうかね。はい、どういうもんなんですか。アメリカの司法試験、まあ、どちらも一緒なんですけど、はい、まあ、カリフォルニアで言うと試験が3つあって、はい、1つがいわゆる日本の司法試験の論文みたいなやつですね、うんうんうん、あのエッセイっていう試験があります、はい、でそれとマルチプルって言うんですけど、卓一試験ですね、うん、はいはい、4択から選ぶやつ、これがありますと。その2つ合わせていわゆるバーエグザムって言うんですけど、おいおいおい、これが1個目ですね、うん、でそれともう1個が NPRE っていう倫理の試験があります。倫理の試験、倫理だけの試験があるんですよね。へ、まあ、これは免許取る時の試験みたいなもので、おいおい、僕は落ちましたけど大体の人は受かるっていう。落ちてるんですね。僕は落ちてますね。2回落ちます。1回目より2回目の方が悪かったんですけど、おいおい、まあ、普通の人は受かるぐらいの簡単な試験と、大方の日本人が落ち続ける、まあ、今から解いてもらうバーエグザムって難しいやつと、おいおい、あと最後はモラルキャラクターって言って、これは試験というよりも、まあ、周りの数名の人に手紙を送って、森哲さんは変なやつじゃないっていう証明をしてもらうみたいな、おー、身分証明みたいな、はいはいはい、まあ、その3つ揃えるとカリフォルニアの弁護士になれると。なるほど。で最大の山がこの一番難しいバーエグザムだと。あー、そうなんですね、はい、試験的にはどうなんですか。英語できても法律分かんなかったらどうなんですか。英語と法律両方いるんですけど、はい、難しさで言うと法律部分の難しさは、まあ、日本の司法試験が10だとしたら3ぐらいなんです。じゃあ別の問題としては簡単、シンプルですね。へ、勉強時間で言っても日本の司法試験生ってもう3年とか4年とかずっと勉強してるじゃないですか、はいはいはい、アメリカの司法試験生ってロースクールの授業と試験あんま関係ないんで、うんうん、ロースクール終わってからの2ヶ月詰め込みでこの試験受ける。だ結構短い時間で頑張れば取れるようなもんなんで、はいはい、法律的にはそんな複雑じゃないんですけど、英語がめっちゃ長かったり難しかったりして。あ、そうなんですね。純粋に日本人というかジャパニーズ的には、うんうん、で英語ができなくてなかなか突破できないっていうのは、まあ、カリフォルニアの司法試験ですね。なるほど、うん、ということでちょっといける可能性があるんじゃないか。じゃあそれをちょっと見てみましょう。 Question number 893 Constitutional Law Individual Rights、 個人の権利についての法律なんですね。そうですね、これあの択一の中の問題の1個をちょっと選んできて、はい、解いてもらおうと思います。わかりました。じゃあちょっと行ってみたいと思います。 Question: Members of a religious group calling itself the Friends of Lucifer、 ルシファーの友達、そうですねっていう名前の宗教団体っていう団体が、ね、あるんですよ。ルシファーの友って訳すんですけども、ルシファーの友、トマ、トマホークとかですか。トマホークたちがねいるんですよ。ハマイとか、そうそうそう、ハロー軍団がねここに出てくるんですよ、はいはい、ガチの過去問で出てくる、はい、ルシファー打天使、いやもうあっちのルシファーね浮かんじゃって、私のルシファーってアメリカのドラマのルシファーが浮かぶんで、あ、そっちですか。もう全然違う、はい、まあ、バンってもう対比で、Believe in Lucifer、 あ、ルシファーを信じてるんですね。そうですね、打天使は As their supreme being、 究極的な存在ってことも、ね、神みたいなものですね。そう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 。The members of this group meet once a year on top of Mount Snow、 マウントスノーっていうところに Located in a US National Park、 ナショナルパークのところに集まるわけですね。そうです、そうです、年に1回、うん、To hold an overnight encampment and a midnight dance around a large campfire、 キャンプするわけですね。キャンプ、そうです、そうです。そこでこう踊るみたいな、夜ルシファーを称える温度をするわけです。ルシファー、ルシファー言って焚き火の周りを回る。これ実在するんですか。
いやこれ実在する事案を元に作ってるの問題は。なるほど。多分アメリカの最高裁判例で名前変えてると思いますけど、こんな事案があったと。They believe this overnight encampment and all of its ritual 儀式のことですね、rituals、are required by Lucifer Lucifer にも require されてる to be held on top of Mount Snow でそこでやると The US National Park Service rules that have been consistently enforced prohibit overnight camping and all campfires on Mount Snow because of the very great dangers overnight camping and the campfires with poles in that particular location あ、危ないんですね、そこでやっちゃうとそうなんですよ、トップですからねそうそう、なるほど上の方でやると危ないよって落っこちちゃったりとかもわかんないですけど、構文も難しいですね、これねちょっとね、ざっと説がどこからどこまでとかAs a result, その結果 The park superintendent あ、管理人ですね、superintendent これ難しい、受験とかじゃ習わないでしょうね、Denied our request by the Friends of Lucifer リクエスト断った、For permit to conduct these activities on top of Mount Snow その上でやる、コンタクトするっていうのの許可書っていうのを断りました。そうです。The park superintendent who was known to be violently opposed to cults カルト宗教に反対と And other unconventional groups had in the past issued permits to conventional religious groups to conduct sunrise services in other areas of that US National Park あ、なるほどね。そういうカルト普通じゃないやつっていうのには反対なんだけど過去には普通の宗教団体には許可を出してると、うんうん、サンライズサービスとかの3がこう上がってくるそうですねなんかやる、うんうん、そういうのにはやってるとまあ確かにこれ構文わかんないときついですね意味わかんないですこれ、うん、これ楽しそうな雰囲気が伝わってこない焚き火とかマウントスノーとかしか入ってこないThe Friends of Lucifer brought suit あ、訴えたんですかそうですね in federal courtAgainst the U.S. National Park Service and the Superintendent of the Park to compel issuance of the requested permit. ね、はい、その許可書を出せ。そうですね。っていうふうに訴えを起こしたわけですね。フェデラルコート、でもうそうか、ナショナルパークだからか。そうなんです。そうなんです。なるほど。アメリカって言うと州の自立してるとかってなってるんですが、うんうん、ですね、ナショナルパークっていうのはフェデラルガバメントがお詳しいですね。そう、その通りですね。ですね。だから、はい、いわゆるシャットダウンとか起こる時ですね。キャピトルで、そう英語ばっかり喋ってる。キャピトルのシャットダウンが起こる時とか、ナショナルパークも一緒に閉じなきゃいけない。で予算が通過しないホワイトハウスのっていう時にナショナルパークがボンボン閉まって大変みたいなのはあそうですね最近のありましたねニュースになるんで、はい、シャットダウンの As a matter of constitutional law The most appropriate result in this suit would be a decision that denial of the permit was これを拒むことは invalid とか valid って並んでますね OK かダメかってことですねそうですね Because the free exercise clause of the First Amendment prohibits the park service from knowingly interfering with religious contentフリーエクササイズクローズなんていうのがあるんだファーストアメンドメントだからフリーダムオブスピーチですねそうですね、はい、表現の自由です、ね、表現の自由アメリカでめちゃくちゃ保護されてる集会の自由とかそういう関係なんでだからその条項ですねクローズはこの辺も知ってるんですよ単語っていうのがパークサービスが知ってて邪魔するのはダメだとじゃあ信仰の自由を邪魔しちゃってるじゃないかそうですね B invalid because these facts demonstrate that the action of the park service purposefully and invidiously 悪い意味ですねこれね invidiously っていう、うん覚えてないですけど Discriminated against the Friends of Lucifer あ、カマイとかトマホークを差別しちゃってるからそうですねこれ一番重要なだからダメだっていうわけですね、うん、いやいいんじゃないですかカマイなんて別にDiscriminate against そうアゲインストなんですよこれ重要ですからね、はい、See validBecause the establishment clause of the First Amendment prohibits the holding of religious ceremonies on federal land. フェデラルランドで宗教的なセレモニーをやっちゃう。これはないと思いますね。C はさすがに。そうですね。いくつかはね、常識で解けるんですよ。はいはいはい。うん、こういうのは常識で C ないなっていうやつですね。D valid because religiously motivated conduct may be subjected to non-discriminatory time, place, and manner restrictions that advance important public interest. むずっ Interest! 利益とか利害関係の方ですよね、このインテレスト。利子じゃないですよ、うん、興味じゃないですよ。っていうのを進める制限ですね。時、場所、やり方とかの制限。subjected to ですね、さらされる。制限されるってこと。それを受けるってそうです、受ける。はい、はい。ですから、まあ、C は常識的に考えてやれないけど、あとは知らん。そうです。でもちょっと簡単に解説します、はい、すみませんねこの択一テストって全州共通なんですよ、はい、だから小室さんも同じ問題を受けてるんです僕とあ、まあ、なるほど州全然関係ないそうです今年の7月にお互い受けてるんですけど、はい、論文はカリフォルニアとニューヨーク違うんですけど択一は共通なんですね、うんうん、ということで州の問題出ないので必ずフェデラル、うん、フェデラルの問題が出るしか出ないですだからナショナルパークめっちゃ出がちなるほどなるほど州の公園やったら州法かかってきます、はいはい、でこの問題はナショナルパークであるスノーマウンテンの頂上で、はい、ルシファールシファーって言って、はい、年1回集まってるやつらがおって、うん
それを締め出すルールができましたと、うんうん、でルシファーの友がトマホークさんが怒って、はい、訴えてるっていう事案なんですけど、はい、で結局そのこんな気の弱いやつがそうそうそう、はい、集ってねルシファーのためなら言うてやってるわけなんですけど、はいはいはい、で結論 D で、はい、結局これは罠があってカルトには勝たないけど、はい、前はサンライズを拝む人たちには貸してたんで、そしたらルシファーを差別してんじゃねえかと、うんうん、で基本差別するとダメなんですよね、はい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 、この宗教はいいけどこの宗教には貸さないってやると違憲になっちゃうんですけど、うんうん、なるほどなるほど、でそれを選ばせそうなフェイントが入ってるんですけど、はいはいはい、そのサンライズとか実は本文に全然関係なくて、はい、上の方に出てきた危険だから閉じるっていうルール、はいはいはい、だから別にルシファーの友であれキリスト教であれ仏教であれ、うん、もう危険やから全部閉じるんですよ、なるほどなるほど、ということで D なんですけど、このパブリックインタレストっていうのは危険なところから人を守るっていう公共の利益があって、うんうん、でそれを実現するために時場所方法っていうんですけど、うん、そこには入っちゃいけないよみたいな、うんうん、ニュートラルな規制、はいはい、ということなので、これは要するに差別的な目的がなくて、うん、もう全宗教に一律にここはダメだよっていう規制だから違憲じゃねえぞっていう、なるほど、否定するのは OK でバリッドであると、だからそうですね、正当である、それがバリッドである、ね、っていうところまで全部読むのに 1.8 分なんですよ、1.8 分、そうなんです、108秒かなで取られてなくて、でそれがきついですっていうことを今日お伝えしたかった、なるほど、すごい G-TECH の問題みたい、1分とかで解かなきゃいけないんですよ、そうそう、もうパン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 って、っていうのを100問やる、はぁ、100問を2回ですね、だから200問、今回 50×4 になりましたけど、まあ全部で200問1日がかりでやるっていう、それは大変ですね、小室さん、小室さんももう泣いてると思いますね、本当にこれ、井上さん合格したんでしたっけ、僕はもう落ち続けて五郎目に入って五郎丸なんですけど、ちょっと ルシファーの友達の方へそうなんですよ、これ7月と2月に試験あるんで、はい、年に2浪稼げるんで、あ、なるほど、もう稼ぎ放題、 あと3年で破門に追いつくっていう追いついちゃうっていうね、まあ苦心してるんですけど、なるほどなるほど、この難しさを広めようと思って、なるほど、そうです、はい、こんだけ難しい、名大行って東大出てんのにって思う、陥落のねいやこれむずいっすよ、それだってそんな速さで解くとなったら、そうなんですよ、もう速読が必要とされるっていう、スキミングスキャニング大事っす、はい、そう